とんでもない奴らにサプライズを。どうも霊夢です。マリサだぜ。2021年4月28日、大阪府大東市で、女子大学生が同じマンションに住む男から、命を奪われる事件が発生した。同じマンションから?そうなのよ、命を奪った犯人は、この女子大学生が住んでいた部屋の、階下に住む男だったの。なるほど、何かトラブルでもあったのか?犯人の男は、真上に住む女性の部屋の生活音に、悩んでいたそうで。それが犯人の犯行動機みたいだよ。確かに、マンションなどに住んでると、他人の生活音が非常に気になるよな。今回は、そんなマンションの騒音問題がきっかけで、最悪な結末になってしまった事件について、解説するよ。事件は2021年4月28日の午前7時ごろ、マンションから女性の叫び声が聞こえる。と、110番通報があり、市場縄手署員が現場に駆けつけた。いきなり女性の叫び声が聞こえたら、何事かと思ってびっくりするよな。事件現場は、大阪府大東市のマンションで、その3階の部屋から、女性が、血まみれで倒れているのが見つかった。亡くなったのは吉岡桃奈さん、当時21歳。吉岡さんは、顔や後頭部に硬いもので殴られたような跡があり、ベッドの横でうつ伏せに倒れていた。マジか。同時刻に、真下の部屋で火災が発生していた。この室内から、加本悟容疑者、当時48歳が、一酸化炭素中毒で、亡くなっていた。うん、こいつが犯人か。署員が消防に連絡し、部屋に入ると、加本が倒れていたそうよ。火は約1時間半後に、消し止められた。捜査関係者によると、2階と3階の部屋のベランダをつなぐように、はしごがかけられていた。は?どういうことだ?近所の人の話によると、はしごを移動する人影を目撃していたそうで、その服装の特徴が、2階の部屋で倒れていた、加本の服装と同じだったみたいなの。マジかよ。ってことはベランダからはしごを使って侵入したのか?そういうことになるね。危ない野郎だな。また、吉岡さんの部屋からは、血のついた工具が見つかった。このことから、警察は加本が部屋に侵入し、吉岡さんを襲った疑いがあるとみて、捜査した。近くのマンションに住む40代の男性は、午前7時20分ごろ、現場マンションの一室が燃えているのを、目撃していた。びっくりしただろうな。その男性は当時の様子を、バチンという爆発音が、4、5回聞こえ、2階の部屋が燃えていた。ベランダにはしごがかかっていたので、避難に使ったのかと思った。と、語っていた。確かにパッと見、マンションが燃えてベランダにはしごがかけられてたら、避難するのに使ったと思うよな。近くに住む女性会社員は、朝起きた際、焦げ臭い匂いがするのに気づいたそうで、外に出ると、マンションから、火と煙が出ていた。その後、すぐにパトカーや救急車が次々に到着したみたいよ。現場マンションは5階建てで、2階と3階のベランダ部分を覆うように、ブルーシートが貼られた。現場を通りかかった男性会社員は、騒がしくて何事かと思った。この付近で今まで大きな事件はなかったので、不安です。と、心配そうにしていた。普段は平穏な場所だったのか?事件現場周辺は住宅街の一角で、近くには中学校や病院、公園などもあるみたいよ。ふむふむ、突然のことで驚いただろうな。警察の捜査によると、加本は吉岡さんの部屋に縄はしごを使って侵入したそうで、玄関ドアには外側から、ドアストッパーがかけられ、開かないよう細工されていたそうよ。マジかよ、逃げられないようにしてたってことか。バール状の凶器で、吉岡さんの後頭部を殴打した後、動けなくなったところを、槍のようなもので、背後から繰り返し刺したそうよ。槍?無謀すぎるぞ。吉岡さんには、殴られたり切られた跡が数十箇所見つかっており、加本からは強い殺意が伺えた。その後、加本ははしごを使って自室に戻り、用意していた灯油を部屋に巻いて火をつけ、自害した。犯行後に自分で火をつけたのか。それも計画のうちだったんだろうな。吉岡さんの部屋には、凶器がそのまま残されており、その凶器には、加本の指紋が付着していたため、警察は被疑者死亡のまま、書類送検した。さらに加本が履いていた、靴下に付着していた血液の DNA 型を鑑定したところ、吉岡さんの肩と一致したことが判明した。完全に黒だな。
さらに、この事件で使われたバールやはしごは、事前にネットで購入していたことが分かった。やっぱり計画的だったんだな。捜査関係者や知人らによると、加本は地元の高校を卒業し、畜産関係の仕事に就いた。その後、ガソリンスタンドや運送会社などで働いたが、長続きしなかったみたいよ。そうなのか、仕事が合わなかったのかもな。近所の人はそんな加本を、無口でおとなしい性格だった。と、皆口を揃えて答えたみたいよ。現場マンションには、約5年前に入居して、一人で暮らしていたそうよ。2020年6月、吹田市内の、ビルメンテナンス会社に就職。しかし一人で働きたいという本人からの希望で、メンテナンスではなく、警備員として働いていた。この時の加本の勤務態度は、無遅刻無欠席で、真面目だったそうよ。今回の事件のイメージと、かけ離れてるな。しかし、事件前日の4月27日は、休んでいたみたいだから、27日は凶器などを購入する日と決めていたと、推測できるよ。なるほどな、確かにそう考えるのが妥当だな。そして警察は、吉岡さんと加本との間で起こっていた騒音トラブルが、今回の事件の鍵ではないかと、捜査していた。事件があったマンションは格安物件らしく、当然、防音設備が整ってなかったことは、予想できるよ。そうだな、家賃が安い分そういうとこは、コストカットされてるだろうからな。事件後、加本の部屋から、一冊のノートが発見されてその中身には、隣の住人に見張られている。ユニットバスに入ると、隣の人に聞き耳を立てられる。など、隣人に対する不満が、書き連ねてあったみたいなの。加本は吉岡さんとトラブルになる前から、隣人ともトラブルになってたってことか？このノートの内容を見る限り、そう思ってしまうかもしれないけど、隣人は、特に騒ぐことも、迷惑になるほどの音すら、出していなかったみたいで。加本が一方的に恨んで、隣人の壁を叩くなど、脅迫行為を繰り返していたみたいなの。怖すぎだろ。隣人の男性は昼寝をしている時や、夜中でも壁を叩かれたりしたため、身の危険を感じ警察に相談した後、転居したみたいよ。たまったもんじゃないな。加本はこのマンションに引っ越してくる前にも、上の階の住人に対して、もう我慢できない、足音がうるさい。など、騒音に関して脅迫めいた手紙を、何度も投函している事実が判明してるのよ。ふむふむ、加本は生活音に対して、異常なほど過敏に反応してることがわかるな。警察の調べで、加本は親戚に、他の部屋の生活音に悩んでいる、と話していたことがわかった。でもさっき話が出た隣人の男性は、特に騒ぐほどの音を、出してないって言ってたよな。そうなのよ、でも昼夜問わず壁を叩かれ、身の危険を感じたために転居までしたのよ。となると、おかしな話だよな。その加本の過去をよく知るという人物が、ツイッターでこのような内容をツイートしていたの。加本は一軒家だった時に、道路族のせいで引っ越したんだよ。それからおかしくなった。という内容だったの。戸建てに住んでたのか、そもそも道路族ってなんだ？道路族は、近隣住民の迷惑を顧みず、住宅街などの路上で遊んだり、騒いだりする子供や、その親たちを指す言葉で、それが原因で被害者が自宅を売却したり、訴訟を提起したり、様々な問題に発展して、今では社会問題にまでなってしまってるのよ。ふむふむ、そんなことにまでなってるんだな。もし加本の知り合いのツイートが本当なら、加本は戸建てを泣く泣く手放して、引っ越した。その経験がトラウマになって、それが今回の事件の引き金となった可能性も、あるかもしれないね。吉岡さんに対して、一方的に恨んでたってことか。ただ今回の事件は、突発的ではなく、凶器やはしごを準備したり、玄関ドアにストッパーも置いていた。用意周到だよな。犯行に使用した槍も、わざわざ自作していた。そうね、その点を考えると、異常なほどの殺意があったのだと、考えられるね。ただ犯人の加本は、犯行後に自室に戻り、用意していた灯油で、焼身自殺してしまった以上、この事件の本当の真相は、謎のままになってしまったね。そうだな、まあ集合住宅に住むのなら、住人がそれぞれルールやマナーを守り、お互いが気持ちよく生活したいものだな。そうね、この事件について、皆さんはどう思われますか？はい、ということで、今回は以上となります。いかがだったでしょうか？
いつもご視聴ありがとうだぜ。視聴者の皆さんからのコメントなどが、この YouTube 活動においてのモチベーションとなっております。本当にありがとうだぜ。このチャンネルでは、世の中の事件や炎上などのニュースの解説動画を配信していきますので、もし、この動画がいいなと思ったら、いいねとチャンネル登録をして、このチャンネルを、一緒に成長させていけたら、嬉しいです。頼むぜ。それでは、最後までご視聴、ありがとうございました。See you.